さあ、お次はですね、ビンゴバーガーです。行ったことないんですよね。っていうか、房総半島時代ってね、そんな行ったことないんで、ちょっとね、今日はいろいろお初なルートで、でも今日はね、ほんと天気もいいし、気温もあったかいし、っていうか、暑い。うん、すごい気持ちいい。さっき、いっちゃんにですね、ヘルメット取った時に、髪型が崩れてなかったんですよ。俺なんでだろうと思って、俺結構髪長いんで、聞いてみたら、パーマをかけるといいですよっていう回答が来まして、パーマね、パーマかけようかな。いや、でもまずバイクだな。いいな。ああ、やっぱバイク楽しいな、本当にもう、本当。さあ、もうちょっとですかね、ビンゴバーガーは。うん、道の駅三好村。はい、これからお昼ご飯のビンゴバーガーです。でかい。てか、でかい。重い。重い。重い。いただきます。いただきます。どうぞ。作ってあげたみたいになってる。道の駅三好村でビンゴバーガーをね、食べてきました。そこでね、視聴者さんとお会いしまして。あ、まあちょっといろいろお話ししてきましたけども、まあ元気な姿をね見せられてよかったかなと思います。そしてね、ビンゴバーガーね、うまいっすね、あれ。うんで、結構大きめなんですけど、なんか食べた直後はまだちょっと入るなって感じだったんですけど、なんか後からねお腹膨れてきますね。1人だったらね、あんまりああいうの食べないですけど、やっぱりみんなと走るときはいいですね、ああいうのも。何この道、超直線じゃん。おお、気持ちいいな。うん、ちょうどね、ビンゴバーガーでお腹いっぱいになってるんで、うん、なんかゆるりと走れていいっすわ。灯台ですね。ここベンチあるな。もうひどいです。ほんと風が強くて、あ、ここは全然いいですけど、こっちに見たら多分もう、はい、今ですね、野島崎灯台行ってきたんですけど、風が強すぎますね。多分この風だと音声入ってねえだろうな。野島崎灯台来るときはね、風がない日がいい、風がある日が辛い。もうね、髪の毛がベッタベタ。でもね、これやっぱり一人で来てたらね、相当辛かったと思う。もうだって一人でこの風がクソ強い中、もう耐えながら見てるわけでしょ、海を。もう虚しさしかないじゃないですか。ちょっとね、ほんとマス2でよかった。みんなとワーワー言いながら楽しめたんで、まあよかったかなとは思いますね。で、グッドラックライダーさんの話によると、まあ、海沿いはもしかしたら風が強い日は全部そうなのかもしれないんですけど、結構砂がね浮いてるとこがあるんで気をつけてと。今ですね、道の駅富浦に向かっているんですけれども、なんかビワソフトがすごいうまいらしいです。エスプレッソさん情報です。もうね、今日のルートに関してはね、本当にありがとうございますって感じで、多分ビワソフトを食べた後、ちょっとゆっくりして海ほたるまで戻って解散っていう感じだと思うんですけれども、いや、まだね終わってないんですけれども、うん、なんかいつもとね本当に違う感じでね、楽しかったです。いやー、まさかね YouTube でね見てたモトブロガーさんたちとこうやってね一緒にツーリングに行くなんて思ってもいなかったですけど、うん、まあ、こうやってね走れるのは本当に嬉しいですね。いやー、エスプレッソライダーさんに感謝ですね。さあ、道の駅富浦、多分富浦、あんまり自信ないけどね。早くビアソフト食べたい。看板ありましたね、道の駅富浦。よかった、名前あってた。500m、あともう少しですね。さあ、今日の最後の目的地、道の駅富浦ですね。さあ、道の駅富浦でビワソフトを買ってきました。でね、ここでバイクを眺めながら食べるという贅沢をこんな感じで並んでます。道の駅富浦でビワソフトを食べながら、ちょっとね談笑とか休憩とか、やっぱね帰りの渋滞が半端ないということで、ちょっとね今みんなで帰りをどうしようかっていう感じで、話してたんですよね。で、とりあえず、パーキングエリア、君津パーキングエリア、今日はね、すぐ忘れる。全然覚えてない。やばいね。君津パーキングエリアまで行って、そこからアクアラインを行くか、それともね、ぐるっと湾岸線を回っていくかっていう感じでね、考えてます。まあね、本当ね、ちょっとわかんないんで、とりあえず行きましょう。はい、今ですね、グッドラックライダーさんと、もちさんとお別れをしました。とね、君津 PA には寄れずに、このまままっすぐ来たんですけれども、そのね、グッドラックライダーさんともちさんとのお別れのシーンが撮れなかったのは残念ですが、また会う機会はあると思うので、はい、その時にまた遊びましょうってことですね。はい、さっきですね、君津パーキングエリアに寄れなかったのは、エスプレッソさんのせいなんですよね。この人が間違えたっていう、結構ガチでへこんでるんですよね。俺的には別に面白いからいいかなっていう感じなんですけど、そうですね、グッドラックライダーさんとゴチさんとはちょっとちゃんとご挨拶はできず、お別れということになってしまいました。でも面白いんでいいかなとは思うんですけどね。こうやっていいネタも撮れましたし、さあエスプレッソさんをいじったところでアクアライン行きますか。実際ね、道の間違いなんてよくありますよね。俺もね、首都高を先導してて、レインボーブリッジの方に行かなきゃいけないのに、間違ってそのまま降りたりしましたからね、普通に。もう何を思ったか分かんないですけど、普通に出口の方行きましたからね。もう一緒にいるときも本当にごめんって言って。本人はね、結構へこんでますけれども、全然こちらとしては楽しいネタができたぐらいにしか思ってないので、全然大丈夫です。はい。しばらくいじるけど、あとあまりにもアクアラインの渋滞がすごすぎてガストで飯食ってました。2時間ぐらいいろいろ談笑をねしながら過ごしてました。さあ、でもうね、渋滞も収まった頃ですし、またアクアラインを通って家に帰りますかね。夜のアクアラインも綺麗でいいですね。ちょっと風は強いんですけどね。いやー、今日は本当に楽しいツーリングでしたね。エスプレッソライダーさんをはじめ、トラフィックシグナルのゆうまさんといっちゃん、グッドラックライダーさん、そしてぼちさん、こうやって一緒にツーリングをするのは初めてなんで、すごく新鮮でした。なんかね、今日のツーリングを通じて少しでも仲良くなってたら嬉しいですね。最近ね、思うのが、やっぱ人の輪がどんどん広がってるって、前もね、言ったんですけど、やっぱりコメントとかで、俺のオフ会に行ったらツーリング仲間ができたとか、やっぱりなんかね、そういう話を聞くとね、すごい嬉しいですね。やっててよかったって思いますし、でやっぱりね、俺自身もすごく輪が広がってるなっていう実感はね、すごいしてます。だってね、元ブラザーさんとツーリングに行くなんて本当に思ってなかったですからね。やっぱね、お誘いいただけるのは本当に嬉しいことですね。ありがとうございます。やっぱね、楽しもう。バイクは楽しまないと。今日もね、やっぱすごい楽しかった。すごい疲れたけどね、風も強かったし、渋滞もすごかったし、道もね、一部すごい荒れてたけど、それでもね、やっぱり楽しかった。俺の場合は1人で走ることの方が多いですけれど、たまにはね、こうやってみんなと遊ぶような動画とかも、出していけるようになったんだなと思うと、ちょっと変な感じもしますけど、なんかね、また機会があったらこういう動画も出していけたらなと思います。俺自身もね、やっぱり輪が広がってるっていうところをね、動画でお見せできたらいいなと思っていますので、ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのローズの深夜でした。それでは。